はい、皆さん、今回もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。be:first というグループが誕生するまでのオーディションザファーストですね。私が1から順々に見ていく動画。今日であっという間にもう何本来ましたが、22本目でございます。はい、まだまだこれ先がね長くありますけども、私もね非常に楽しく見ておりますので、皆さんも毎日こうやってね。ご視聴いただけて非常にありがたいんですけども。も、えー、昨日までで。 チーム b のですね合宿クリエイティブ審査というところが終わりまして今日は、えー、シャープ11の11が3つ並びました、えー、合宿クリエイティブ審査チーム C の、えー、動画になっていくと思いますのでここからまた見させていただきたいと思いますそれでは行ってみましょう今回は29分21秒の動画です再生ポコ 完全にクリエイティブファーストクオリティファーストアーティシズムファーストを体現しているチーム C の今回の曲はスカイハイさんね「THEFIRST」ファーストそのものと言っても過言ではないかもしれないとう,わうん、これ何度も言いますけどこの英語のとこなんとか完璧に歌いたいんですけど「その炎をやせ」これはねもう日本語ですからね「その炎を燃やせ」はね I don't see the o t h e way みさんコメントくれてます。た I know this is ウェーダはいじゃあ行きましょう <laughs> 言えないまま行きましょうさあチーム C、えー、ルイくん、レイくん、シュントくん、タイキくんそしてショウタくんでございますさあ15人の声が集まる4次審査ケッケさんのボイストレーニングであっボイストレーニング、ダンストレーニングの映像そして審査に向けてタイキくんは焦っていた13歳ね 一番小さいラップたん大輝くんラップのことで頭がいっぱいに「テがらかッテらラカッらがらと「みんなできたから本気で立って歌いましょう」<laughs>「これ前もこの映像ありましたね」「翔太くんどうかな」と「今歌唱力のイメージあんまりしない方がいいと思うけど」と翔太くんが止めにいったねちょっとね「ほらまたひどモード入ってるよ」と翔太くんがね「太樹くんに」えー「型にはめないといけないみたいな感じになってきてるよ」とレイくんが。 君が「太く君人の話聞いて」と「へへへへ肩にはまってるから、ね、そうかい」君「太樹君絞られているから15人の中でうん踊ってる今回は3人落とされてやばいなって焦ってめちゃくちゃ怖かったですね」と「うん焦りから自分のことしか見えなくなっていた太樹君」「へへ焦っちゃってるねえー、まあねしょうがない」「おお!」 ボイストレーニングすごいすごいこれね私昔やったことあるんです、ね、今みたいなあーってサイレンみたいなやつね翔太くんはチームをまとめようとしてチームメイトのこ感情のコントロールめっちゃ大変でしたと翔太くん足並み揃えて5人でゆっくりやっていきたいな焦らずうんゆっくりというか焦らずにさあ合宿2日目しいけだけもううまいよこの声玲子くんかめっちゃうまいよ今の声だけでね パフォーマンスとして何が素晴らしいかっていうのを大生も13歳だけどるいも13歳ではあるからうん果たして気遅れなく本当に発言できるかなるほどね特に年長者でクリエイティブ的にもリーダーシップを取ってる翔太がうん考えて組んであげてほしいしこれでいいやでやると危ないとこなのでちょっと翔太以外1回ほ部屋 翔太君が部屋にリーダーの翔太君だけを残してスカイハイさんがお話をするということですね。で今ね大樹君偉いねちゃんと部屋出る時に失礼しますって言いながらね部屋に重苦しい空気が漂うスカイハイさん一回ちょっとクリエーションの話しっかりやろうかと。お今みんなが部屋からいなくなってスカイハイさんがちょっと来てもらってもいいと。実はその頃 ん隠れるんですよねどういうことどういうことスカイハイさんとボーイズが翔太君の誕生日サプライズだちょっとあの重苦しい空気から「やだスカイハイさんいやらしいですね企画が大樹ん演技うますぎ絶対にバレないにやって」って言われてるから <laughs> これはすごいわスカイハイさんの空気もすごいわ。 そして今食堂に入ってきてあそっち座って <laughs> 後ろからハッピーバースデーという翔 <laughs> 太君ひっくり返って <laughs> みんなが後ろからハッピーバーストー歌ってきましたケーキを持ってそうだ君もちょっとね転がって頭をかけて翔太君スカイハイさんも怖いんだよ空気がね直前まで楽しそう笑ってるおめでとうございますだるまじで翔太君 <laughs> さんも喜んでるすごいいいねさあ翔太くんとってますか初めての2人の共同作業でございます <laughs> どうぞスカハイさんもう行っちゃってんだよ <laughs> 本当だもう切っちゃってる翔太くん今日はいろいろありすぎてうんこんなたうわみんな <laughs> いいかわってしゃれえここすごい白目向いちゃってこんな下から上まで感情を振り回される一日も初めてでしたうん大派手なドッキリでした翔太くん嬉しいねこれは愛を感じるね ケーキめちゃめちゃうまいって。しゅんとくん楽しかったし僕自身も何も知らされずに部屋を退出させられてあしゅんとくんあ食堂行ってみたら感じだったあそうなんだびっくりしたのもあったねうわースカイハイさんうまいねすごいしやすそうな翔太くんの顔見れて嬉しかったです。うわーほら翔太くん真ん中でケーキ待って「ハーッと <laughs> スカイハイさんもいれサプライズ大成功」って下に黄色い文字でテロップ出てますけど。 いや、いいね。ちょっとうるっとしてしまいました。またこれもね。素晴らしい。さあ、合宿3日目。体の硬いルイ君をストレッチ。わ、すごいね。すごい。結構、結構苦しい。<laughs> 思いっきり。年齢低いチームはね、竜兵君が押さえてルイ君寝て、泰生君が上から押す。ルイ君をまた、泰 <laughs> 生<キ>君、泰 <laughs> 君結構、結構やるね。上から体重かけて。ダメじゃん。泰生君、しっかりしてんね。同世代で同じチームの2人は仲がいいと。 る、はいルイ君と泰く君ね仲が良すぎるせいかあこのグループに2人いるのかマイペースな2人です俺の復興終わりくらいの時にと俊斗君は喋ってるけどマイペースな2人は前でレッスンで <laughs> 2人で鏡見てて誰か僕のペン知ってますか泰生君るい君使っていいよと、うん、さあまた絶賛悩んでるるい君としえー、リーダーとしての気遣い翔太君 あみんなを気づかう方に傾きすぎちゃってる自分のクリエイティブなのかなと翔太くんが悩んでるそして俊斗くんもこの状況に危機感を感じていたあ抱いていたなるほど俊斗くん僕自身思ってたのがグループの中での5人の熱量の差が結構あったかなと思ったなるほど俊斗くん集中するところは集中しようと翔太くんと俊斗くんを中心にミーティング5人でみんな共有したいからだ 1>, 1個目は気が抜けてる瞬間がちょっと多いからと、うん、そこを引き締めたいのとなるほどもちょっともうるい君はこうね体感を鍛えてますどういう気持ちで臨んでいるのかオーディションにもう一回見直した方がいいんじゃないかとさっきしゅんと君と喋ったよとおシしゅんと君この合宿でデビューがかかってるっていうことでそこの熱量がチーム内だけでもバラバラになるだけでチームとしての一体感とかもなくなってきちゃうからと麗子君も笑顔で聞いてます。 大気は特にに自分にこううなっちゃうからとね出来上がったリリックを歌い込むのはめっちゃいいことだけど今クリエイティブになってるとどんどん変えられなくなっちゃうからそれはねるは脱線してふざける場面が多かったりしたからいやね14歳だからね今まで一人でやってきたから慣れてない部分があって大いくんすごく一人でこう言っちゃうけどやっぱチームでやることになるから周りの人を気にかけるようにうんうん俺ん多分 ふざけたりしてたから「うん、いいねでもみんなでふざける時はふざけてやるときはちゃんとやれば」ふざけてる時も忘れないようにねこれはね基本的には意識は切らさない方がいいかなと油断してる瞬間が多ければ多いほど実力に差がきっと出てきちゃうしゅんたくんねるいくんふざけたこととか話が変わったりとかそういうことをしてなかなか前に進めないからちゃんとしてそういうことを翔太くん言っていて。 るい君ね今喋ってます今日のチームワークもすごく高まっててすごく充実した性格を送れてすごく嬉しいですと「うん大樹くんちょっといやーわーって感じでしたね <laughs> なんか中に大人が入ってますね大樹はねだけどそれを乗り越えることに意味があるので怒られても怒られても頑張ります」と「素晴らしい」しゅ「シュくんみんなが安心して本番に挑めるように僕自身も翔太君バばっかが基本喋ってるので」それを支えられたらあとは 思いますとしゅんとくんも。うんさあ現段階のチーム C を見てスカイハイさんどう思っているのかというチーム C は一番個性がバラバラな人が多いところだと思いますと招体外はみんな全員10代なのでしかもローティーンを含むね未経験者を含むっていう形なのでただ3次審査の段階で 圧倒的な個性を出して登る山の見極めさえ間違えなければなるほどものすごくカラフルな楽曲が生まれると思います正直いい一番期待しているのも CMC リーダー翔太君にきっと期待することまとめるのが上手な部分がいいとこだとするとまとめる時に自分のカラーがやはり消えてしまうっていうのがネックでもあるなと思ってなるほどね。 3次審査の時以上にきっとまとめるのが大変であろうチームを一体どういうふうにまとめていくのかなという,うん思いで唯一そういう意味では最初の段階からうーんリーダーが周知というかねキャリア的にも年齢的にもおそらく翔太君がリーダーだよねとうんきっとみんなが思ってると思うんだけどなので翔太はいろんな人のアイデアを引き出す心が。 求められると思うし、うん、その中で自分がちゃんと存在発揮できるかっていうアーティシズムが求められると思うしと、うん、非常に難しい役回りだなと思いますと翔太君自分で言うスもんね自分の個性が消えちゃいそうだとう個性を出しながらチームとしてまとめることができるのかレッツゴーと畳の部屋でレイ君ねレイ君を中心に。 大輝もすごい嬉しそうな顔してたね翌日富士山が綺麗に見えてますダンスをお互いに確認し合うチーム C れいこくんとるいくんが踊ってそこには真剣に練習に取り込むるいと大輝もいたとうん。いこくんも頑張ってるねてさあ大輝くんが拍手をして 俊斗君全体的にはまとまってるというかレイ君ね止まるところはしっかり止まれているからうんるいちゃん逆で止まるところが少ないかなとなるほどね、まあ、動きちっちゃいかな泰く君少しぎこちない動きっぽいと、うん、こうやってね思ったこと言えるのもいいよね自分のことだけじゃなく最高のチームを作るためにさあ今度は泰く君としゅんと君が踊ってるところレイコ君とるい君が鏡越しに見てるるイくい君俺はしゅんと君は いいと思うんだけど、うん、抜くところをもうちょっと抜いた方がいいとへえゆらゆらしてるところあまり抜けきれてない感があるってことうんるいくんずっとダンスとか歌のことを考えられる生活がすごい充実してて今めっちゃ幸せですとるいくんでも気を緩めずに日々見られてると思って生活することも大事だけどもっとダンスの時とかでもうん 人の話をよく聞いてちゃんと理解して行動に移すということをしっかりとしたいなと思っていますなるほどさあミーティングが明らかに気持ちを変えたとみんながねこう方向まあスカイハイさん的に言うと登る山が決まったところがそんな中レイ君は悩みを抱えていたレイコ君おーおー、またおたけびがなおき君ボイストレーニングがおーお,ーお,ーおー、<laughs> マイク君上手 オ,ーケーとあオンラインでやってるんだね。あり先生今緊張したじゃないと緊張するとこんなに体が固まるんだということを覚えといてとなるほど玲子くん音楽経験のない玲子にとって基礎練習も不安おお<ー> <laughs> そうだってうん玲子くまばたきが多いよとへえまばたきが多いってことは頭で考えてるのなるほどね。 これで合ってるのかな大丈夫のかな俺間違ってないかなって考えてるなるほどすごく自信のなさが目に出ちゃうようだとなるほどね僕は瞬きに出るってことですね瞬きをしないもしっかり目を開けてなるほど玲子コ君頭かいてる分かってるよレイ、うん、大丈夫大丈夫また頭かけながらちょっとねうるっとしちゃった自信自信のなさを指摘され思わず涙 この合宿が終わる頃にはめちゃくちゃいい男になってるからおうその原石なんだからあなたはとうんまた泣いちゃったとね玲子くんひたむけに頑張ってる姿をみんなが見てるよ大丈夫大丈夫分かってる分かってるとリ先生ね優しく声をかけて「玲君技術的に大丈夫かな?」ってずっと心配になってたんで音楽やって体を動かして。 声を出してってっいう歌とダンスが、うん、楽しいことからうん、なんかなるほど楽しくないことになってしまっていたうんことをアドバイスもらって自分で気づいてうんほんは、まあ、鼻声になっちゃったよここね泣いてるからコローリショーかルたり泣っても鼻声という気持ち強いのにうんなんか 後ろ触りながら。受からなくてもな。うん。感じに。なってて、なるほどね。涙を拭いてます、タオルで。うん。体を冷やして、もっと楽しみたいなって。思いました。うん、音楽とダンスを楽しむ、それこそが自信につながると。 思い出せたなるほどね自信をつけて踊って歌うんじゃなくて楽しむことで結果自信でつなげるとなるほどさあノベルコアさんその日の午後 BMSG ね第1弾アーティスト皆さんコメントで教えてくれました現段階の楽曲を披露していますとチーム C がね「笑いさんから知っだって英国いいよ」I もうハモリまですごいねみんな。僕からの前にるいくん。サンシャイ yeah,。いいね曲。Oh, oh, 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 oh. イエーイとスカイハイさんも素晴らしい。めちゃくちゃいいって。おーチーム C の楽曲を絶賛。ノベル・コアさん。めちゃくちゃ好きなんですけど俺これだってすごいね。 レイちゃんんとかがスカーハイさん爆発的なメロディーライン出したりうん一人だけ自分が全くそういう経験をしたことがないというのを気後れしないかなと思ったら全くその素振りもなくうん実際歌うことになったら自分の声で一気に彼のバースにするじゃないと、うん、ノベル・コアさん僕もやっぱ一発目パッと聞いて本当にびっくりしちゃったというかうん最高じゃんってなっちゃった最高じゃんそれ。 そこには音楽を心から楽しむ麗くんがいた素晴らしいあり先生のねアドバイスでね合宿6日目ですこの日は中間発表でございますあらしかしそこに麗くんの姿がないあらどうしたの座っちゃってるよどうか疲れから体調を崩してしまったあらららら。やっぱりみんなね慣れない環境にずっといるというのもねありますよスタッフさん気にせず麗くんはいと 前向きになっったた矢先の出来事だったなるほどね中間発表の直前におー病院病院に行かないといけないとなった時あららチームメイトに申し訳ないなって気持ちとあららら悔しいなって気持ちがありましたうんレイクの気持ちも乗せて中間発表に臨むチーム C さあシュント君と昇太君で「大体メーカー <Yeah. S 1> イメーカークアップイエー大体メイクアップさくら」

このチームの何が素晴らしいってスカイハイさん水筒を回しながら「えっと俺はこのあとどこでラップすればいいんだっけ?」って <laughs> 感情をそのまま目に見えるものを耳に聞こえるものにしたのが音楽うんそれを感じるのはこのチームの素晴らしさと思うをレイちゃんいる状態で見たいので楽しみにしてますとうんさあマッツとマットさんはいオンラインで見てるね。 えー、チーム C ミるとやっぱり音楽のセンスとこの子たちの本当に音楽が好きだねとすごい僕には伝わりました、えー、自分の中の気持ちとかもすごくみんな意識できててうんそこが素晴らしかったですとはすごいねプロの方たちにね最大級の賛辞を贈られましたチーム C ですさあそしてありがとうございましたとみんなね中間発表終わりで。 本番にに向けけてさらに磨きをかけるというねテロップが出てみんな歩いてるところ翔太くんいっぱいいっぱいですなんかと翔太くんお急になんかあどうしたあららら急にどうしたしゃがみ込んで向こう向いちゃって感情が一気に出てきちゃった突然の涙翔太くん 翔太君安心感なのか悔しさなのかわからないけど中間発表終わってその感情がぐっと出てきたんですねチームのことを考えすぎてて全然、うん、自分が出せないなるほどさっきスカヤさんが言ってた通りだ自分自身のクオリティに納得がいかないなるほどねうん個人的な勝手に涙が出てきたいやー人間って不思議ですねその感情がわっとなったら お、めっちゃ重たかったよ。そこにスカイハイさんが来ましたよ。静かにスカイハイさんがやってきましたこの部屋の中に。全然自分大丈夫だと思ってたんですけど。気持ち的にも。お、ゆっくり近づいてきます、スカイハイさん。よくあんなチームまとめてくれたよと、スカイハイさん。大丈夫だと思ってたんですけど。うん。メンタル弱くないと思ってたんで、なるほど。うわ、そしてチーム C も来たよ。3人。 よ「おかえり」と「<laughs> スカイ− h i も翔太君何でもない何で?」と「あらららららら」「俊と君だと思ったよ」「違う君たち何もないんだよ」と「わあ俊と君が俺は分かってた」「一人で抱え込んでたでしょ」と抱えてるという認識はなかったけど俺の中では楽しくやせたよそりゃ求、ま、めるのも楽しく好きだからいいんだけどるい君本番までに早そ々うそう大丈夫一瞬ね。 大樹くん、中華半表だから <laughs>、えー。気が緩んじゃったから全然大丈夫、俊斗くんが。やっとできたっていう安心感もあるしね、とすかいさん。俊斗くん、今だから良かったです。これが後々になってくると、怖いんで、うーん、なるほど。今のうちで良かったと。なるほど。翔太くんは人知れず大きなプレッシャーを抱えていたと。う でも翔太くんすぐスイッチバチンって入るから大丈夫ですよ泰生くんすごいねなんかいろんな位置の泰生くんいますね本番に向けてクオリティを上げるために翔太くんがみんなを呼び出しましたとまた部屋に集まって泰生くんが一番自主練したくなっちゃってうん人の話聞かずにすぐ行っちゃったりとかもまだあるからなるほどね泰生くんの焦る気持ちを指摘してより良いチームワークを作っていくと 残りの2日間は結構しっか俊斗、ねうん、くん他の子に言われたのか見た時に「めっちゃ良かった」って言われたんだけど俊とくん「めっちゃ良かったの」の次に「子供と大人が仲良くやっている感がある」って思われちゃったんだなるほどね。ああチーム C の大きな課題大人と子供が一緒になってるように見えちゃ困ると翔太くんと大樹くんるいくんの間に何かしらの差があってそう見えちゃってるわけだろうん。 13歳なんだから13歳事実なのねとそんな中で2人がめちゃくちゃ頑張ってるのと超事実なの超すごいの、うん、プロフェッショナルで同じ目線だけど13歳で頑張ってるのは俺らからしたら超半端ないのねと俺らじゃ絶対できない俺が13歳だったら絶対できなかったし所長たから呼び出した真意はお母さんいないところで7日間の生活費がほんとそう締めるとこは締めつつとみんなが楽しんでほしいのが一番だし、うん、リーダーとしては5人で 5人で次の審査にそびえていで言った手を机にぶつけまして痛いそのきっかけになればいいなと思って今のがいいきっかけだったらすごい嬉しいです翔太君の5をやろうとしたら手がめちゃくちゃ机に当たりまして痛かったねコンと落としましたね今さあ自主練習すご、ね、いったらうよねかっこいいしゅんと君指先はめちゃくちゃ嫌いその代わりに体が動きづらいところがあるからとしゅんと君が大輝君に教えてる ダンス経験豊富な俊徳のリードで振りの精度を上げていくいいねいいねわあるいくんとこパチンとね「はんでれこ,こいい声」「うまい本当にうまい優れたボーカルで目を引くレイえええ声使ったことないレイ君これいいかもだええ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 え まあまあない大輝くんここってみんなこうやってますよねと足入れてるなるほどれいちゃんここ足もう少しこうしゅんどこナイスわ <laughs> すごいね大輝くんがもう焦らず周りを見られるようになってきた大輝くんそうか他が見えるようになってきて今のねアドバイスできたはあ。 ボーカルだけじゃなくダンスの完成度を高めたいレイ君なるほど翔太、うん、君目線なんだよねと目線に余裕が若干ないからなるほどね自信なさげにやることが割と多いのかなと俊斗君も言ってますレイ君目線をどこ見ればいいか正直わかんないんだよねとうんレイ君は自分の目線のちょっと上ぐらいうん 翔太くんルイはそこはうまいよとお互いの長所短所を理解して補い合うチーム C 確かにねどこ見ていいかなんてい自然とやってたりすると分かんないですよね「あいにー,ジー,ーうはみんなで翔太くん「ルイくん無理に大声出さなくてもマイク乗る声だから出しやすいとこで」うんルイくん翔太くんから教えてもらったんだけどルイくんはマイクの乗り方とか声質とか歌の切り方とかすごく綺麗だから。 そこがいいよって言って、うん、ありがとうございますって言って翔太君にはすごく感謝しますしゅ、うんと君とか大輝君もレイちゃんとかもすごいアドバイスをくれて僕も恩返しできたらなと思ってわあ素晴らしいですねもうどん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 みんながやっぱりこうまとまっていく感じが出てきましたねさあ練習スペースに集まったボーイズたちみんなで椅子を出してどうしたんでしょうこれスカイハイさんのあ オンラインラライイブを鑑賞この人ですとスカイハイさんですスカイハイさんですスカイハイですどうぞよろしくそしてみんなが「ほお」と「あつめいやあなれてひらじゃのちょるバリアもてれきょりぬりやうわガンジャッキカわれ俺は俺だライブに釘付けのボーイズ届かないと誰が決めたかっこいいスカイ・ザ・ルーネスカイ・ザ・ルーネスカイ・ザ・リミット うん。<laughs> そうだけどやばいってマジで。おやーかけてこみっけもかくらもしないぜ。ボイス始め、改めて圧倒されるアーティストスカイハイさんのパフォーマンス。そのやりだくその簡単でしょう。シーパワーだけです。なんかみんな不思議な感じでしょうね。いつも一緒にいる人がこうね。かっこいいな。ライブをしてるとこ。 ラブパールその世界を染め。お高い。いやあすごい。うわっとみんな。いやこれね。うわステージから流れたのは合宿のテーマソングトゥザファースト。お <laughs> みんなジャンプで立ち上がって。ででででその花もやせ。そうだくん鳥肌。私も鳥肌です今。うわあこの辺も今寒いです私ゾわっとした。 そうだもう死ぬかと思った最後 <laughs> 一番飛んだわ今日一番飛んだうわラップ始めて今までなかった観点でライブを見られてお何様って言ったすごいそれにスカイハイさんというすごい表現力でこの先アートとしてやっていくにあたって僕もなんかもっと未知の世界で新しい発見をしていきたいなって心から思いましたうん。 劉平君360度どっから映ってもかっこいいんだなっていうのをスカイハイさんのライブを見て感じましたねとリュウヘイくんやっぱスカイハイさんのしてるポーズは基本的にどっから見てもちゃんと自分がかっこよく見える、うん、上から見ても下から見ても横から見てもなるようにちゃんと顔の角度とかも考えられてて、うん、やっぱプロとしての威厳を見せていただいて、うん、すごく勉強になりましたと。 ごめんなさい。でもやばいってなったら追い出してネットに持っとくものあい、うん。翔太君盗むとこばっかでしたと。顔の角度がめちゃくちゃ上手、俊斗君。服使って,服使ってんのがすごい面白かった。声のレパートリーめっちゃ多かった、泰く君。映り方が全部美しかった、俊斗君ね。 まだまだ自分たちの未熟さを思い知ったチーム C の皆さんね。いやすごい。さあまたそれを得て、大樹くん、そして5人がまた練習して。うん。るいくん、チームなので指摘し合っても否定は何を生まないんで、相手のやってることを褒めて褒め合って、否定というか注意そこもうちょっとこうやったほうがいいよとか。うん。スカイハイさんのライブを見て気持ちを入れ直したるいくん。 明日頑張りますありがとうございましたすごいコメントも自分で締めましたねうわいやなるほどあのー、まあ翔太くんのねまとめていく苦しさみたいのも中間発表終わりでガッと感情に出てきたりそれからレイくんもねアリ先生に、えー、自信のなさをねこう指摘されるところにガッとまた感情が出てきたね涙っていうことがありましたけれども うーんなんかやっぱりね、まあ、これはオーディションでみんなデビューを、ね、勝ち取るためにね合宿としてやってますけどこうやって何かに対して一生懸命言ってなおかつそこにこうねなんかこう自分の感情と思いっきりぶつかった時に涙を流したりみたいなことってすごくいいことなんじゃないかなって私今見てて思うんですけどでもじゃあ自分のこう人生を振り返った時そんなことあったかってなったらなかなかやっぱりね そこに向き合うのも怖いし実際その涙が溢れてくることが嬉しいかどうかって言われたらその時の気持ちにもよりますけどやっぱり直接向き合うってなかなか勇気がいることだと思うんですけどこの合宿に入ってるとみんな向き合わざるを得なくなるでそこまで行った時にもう自分をバーンと解放してもうやるしかないぞっていうもう一個こうね自分の本質に触れられるみたいな,なんかそれをみんなで体現するためにこの合宿が行われてるようなねみんなの本当の素晴らしいところ素質を。 見るがためにちょっとこうね,ねえ感情はみんな動きますけどもそして最後ねスカイハイさんのオンラインライブありましたけどあれねもう私とまたこれまた比べちゃ申し訳ないんですけど私もボイストレーナーをこうやらせていただくとね発表会なんかがあったりして生徒さんが一生懸命歌ってもらう時に先生も歌ってくださいみたいになるとね本当にねいろんなプレッシャーが来るんですよ皆さんにいろいろ言ってる手前ねこういうとこはちゃんとできてないといけないみたいになっちゃうんですけど スカイハイさんのあの映像をちらっと見るだけでもねもう自信に満ち溢れてるからいろんな言葉を使って皆さんにこうねすて、えー、な言葉でみんなをこう鼓舞したりしてるスカイハイさんですけどもうやっぱりライブ見たらみんながやっていろいろもう勝手にこう、ね、吸収してくれるとこれが一番かっこいいトップにいる人っていう感じがね まあ実際かっこよかったですね。スカイハイさんのそのライブを私見たことないですけど、ちょっと本当にちゃんと音楽を聴いたり、ライブ見たいなって思わせてくれる感じもまた素晴らしかった。ね、ちょっと私上からみたいな、ちょっと言い方になってしまいましたけれども。いやー、これでチーム C がまた次回どうなっていくのか非常に楽しみでございますけれども、今回はこんな感じで皆さん、えー、また次回もご一緒いただけたら嬉しいなと思いますので、またよろしくお願いいたしますということで、今回もこんな感じで皆さん最後までご視聴いただきまして、誠に。 ありがとうございました。